しょうくんさん、お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。あ、コキンさんこんばんは。で、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あきらさん、おつはれーで、おつはれー、ありがとう。こんばんは。遊びに来たよって、メトロさん、ありがとう。こんばんは。ひでさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。黒猫さん、ハレシカーカーカン、ありがとう。こんばんは。ひできさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。小さい月さん、ハレシカーカーカン、ありがとう。初見です。タカです。あ、わしですコキンさん、初見さんじゃないでしょ。ありがとう。あ、始まったって。トヨタさん、こんばんは、ありがとう。奥拓さん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。リキジー、ハレシカーカータン、ありがとう。バラン、ありがとう。バラン、バラバラン、ありがとう。キサラギさん、こんばんはで、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ナオトさん、今仕事終わった、疲れた、お疲れ様、お疲れ。今日も仕事だったんだ、お疲れ、ありがとう。ひでまめさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。ハローさん、こんばん、ハレさん、こんばん、ハレさん、こんばんは。コンドさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。風さん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。あれ、さっき巻いたはずなのにおかしい、内巻きにしたはずなのに外になってると。どうせつさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。昨日ライブ通い再開したのに、今日は体調崩してずっと寝てた。はるちゃんの声で元気出る。え、もうさ、ヘトヘトじゃない？もう疲れちゃうよね。お疲れ様も、ゆっくりゆっくりしてね。ウオベイさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。テレビ見たんだけどさ、あれだったよ、あのギリシャで54度ぐらいらしいよ今日最高気温すごくない？と、うさぎさん、かわいいって、かわいい、ありがとう。着替えなかったの。そう、着替えなかった。結局お家にいた時ずっと冷房ついてたから、まあそんなにでもママに、なんでそんな暑そうな格好してんの？とかって言われちゃって、一回着ちゃったらさ、なんか夏ってすぐ汗かいちゃうからさ、一回着た服をさ、もう一回クローゼットにしまうのはできないじゃないですか。もう一瞬でも肌についたら、だったらもう着るしかないと思って着ちゃった、もう一日着ちゃった。リッキジー、ハレお嬢さん、皆様こんばんは、今日もお疲れ様でした、ヨーローって、リキジ挨拶ありがとう、ヨーロー。ツッチーさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。カツさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。それはもう藤崎猛暑だね確かに猛暑だね。もう晴れじゃなくて、みんな晴れだからって責めないで熱々すぎるからってゴーエさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。でもさ、今日暑かったけど風もそれなりにさ吹いてたからさ、まあ多少ね、多少過ごしやすかったよね。はなちゃん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。春の日はさ、あの2階なんだけど、あの熱がこもっちゃって暑いので、風量を多くしたい。あ、コモさん、晴れさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。晴れさんしかー、かーたん、
嬉しい、ありがとうございます。ファッションかわいい、かわいい、ありがとう。ちょっと暑そうだけどねなんかハレさ、ちょっと前に占いに行ったんです。そしたらなんかやっぱりあなたの なんかラッキーカラーじゃないけど、あなたの運気を上げるカラーは緑ですって言われてと思って、だから今まで緑好きでさ、すごい緑色のお洋服とか買ってたけど、やっぱりいいんだと思って、今日このインナーをねオレンジにするか緑にするか迷ったんだけど、やっぱ緑かと思って緑にした。なんか占い面白いね。やはり結構占い好きでさ、もともとあのなんていうの、タロット占い見たりとかさ、結構いろいろするんですけど、そう本当に行ってきたの、中華街で占いさ、晴れ一人で行ってきたんだなんか友達誘うのはちょっと気まずくて、そうなんか占いって自分のことだからさ、なんか友達と聞くのもあれかなと思って一人で占い行ってきて、当たるって噂のところ、なんかわかんない、当たるって思ってるからなのもそうだし、自分の生活と照らし合わせてるからさっていうのもあると思うけど、なんかすごいね、おーって思ってよかったら皆さんも行ってみて、占い、まあ、信じてる人も信じてない人もどっちでもいいけどよかったら行ってみてください。ハレは結構好き、全力で全部信じてるわけじゃないけど、なんかここぞって時になんか心の拠り所になるしなんか背中を押してもらえるから好き。トムさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは。あんまり汗かかない体質、いや結構ね書く方だと思う。どうかな、でも本当に今日一日中そう風に当たってたから、クーラーとか扇風機とか、そうだからねあれだけど、でも普通に今もさ、やはりここら辺汗じんわりかいてる髪の毛下ろすとね暑いよね。今日会社朝礼から数日間は暑かった。今日の会社朝礼から数日間は暑かった、どういうことだろう。会社の朝礼やってるんだよね毎日。あ、そっ、どういうこと、数日間暑かった。キセラギさん、レベルアップありがとうございます。マイさん、訪問ありがとうございます。ブンブンさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。湿度 28.6 度、 28.6 も暑いよね。あ、室温 28.6 度、窓開け扇風機併用です、大事。そう窓開けれるのね、いいよね。でもさ、配信してるとさ、ちょっとさすがに外に声全部聞こえてるよってママちゃんに言われたから、そう配信してる時はね窓開けられないから冷房つけてるけど、基本はねしないようにしてて、温度下げたら涼しくなった、あ、なるほどね、そういうことか。坂口さん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。シンジさん、初訪問ありがとうございます。あ、元気な支店長さん、訪問ありがとうございます。キッシー、初見です、初見さんじゃないでしょう、ありがとう。ヤギちゃんさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。東はじめさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。待って、やはりトムさん読んだ、読んでないかな。トムさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう、こんばんは。数時間、数時間か、そういうことね。お疲れ様です、トモキくん、お疲れ様、ありがとう。テレボーさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。コータさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ボビーさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ネックレスかわいい、かわいい、ありがとう、嬉しい初見です、初見マークついてませんがって、嬉しい、ボビーさんありがとうございます。藤崎晴れです、晴れちゃんって呼んでくださると嬉しいです、ありがとう。晴れちゃん、こんばんは、かわいいって。ひえちゃん、こんばんは、ありがとう。キッケン、ハレシカーカータン、うん、ありがとう、こんばんは。仕事終わって夜8時に帰ってきました、お疲れ様、お疲れ。こんばんは、
今日も溶けてました。わかる、溶けるよね。わかる、溶けちゃう。晴れのさ、ひいおばばもうすごいなんか火に弱いタイプの方でさ、溶けるとか焦げるってよく言ってた。あ、今も生きてます、今も生きてるけど、そう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 、溶けるとか焦げるとかってよく言ってる。ももんちさん、はれちゃん、皆さんこんばんは、お疲れ様です。ってこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。アイドル人生占ってもらったら、あーでもそんな感じの占ってもらいました。でもなんかそう、アイドルやってますって言わなかったんです、最初言わなかったんだけど、なんかまあ無理やり頭の中で当てはめたっていうのもあるのかな、わかんないけど、なんか一番最初にあなたはなんか日、あなたのそのなんか生年月日と名前とかで、なんかまず日、なんか属性的には日にいてみたいな、日っていうのはメディアとかファッションとかなんか IT とかなんかそういうのに長けてるってことなのねみたいな、そういうとこで輝くってことなのねみたいな言われて、あ、え？と思ってそれってそういうことなのかなと思って、なんか最初はねそういうこと黙ってようと思ったんだけど、なんかもうちょっと的確に聞けるのかなと思って、あ、今ちょっとアイドル活動っていうアイドル活動をしててとかって言ったら、やっぱりメディアなのよすごいね、いろいろ言っていただいて、そうだから、あなたはここから10年なんかいい運気だからまず挑戦したいのよ何でも挑戦したくなっちゃうのよ、だからもういいから挑戦してみなさいみたいな言ってもらえて、わかりました、挑戦しますなりました。はるちゃん、はるちゃん、はれです、あの晴れ漢字そのままお天気の晴れで晴れって読みます。おろし髪型可愛すぎる、髪型可愛い、おろしだよそうだよね、くーちゃんおろし好きだもんね。つかちゃんさん、こんばんちゃって、こんばんちゃん、来てくださってありがとうございます。お風呂入って夜ご飯食べて今ゆっくりしてます。大事大事大事。スージーさん、こんばんはって、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。バーニングハート J デッカーになりました。え、なに、ほんとだ、覚醒しろの後ろにいっぱいついてるけど入りきってなくないバーニングハート J デッカー、ムーンショットさん、こんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。まだ焼かれたくないわって冗談言ってるのよ、うちのそういうこと、まだ焼かれたくないわって。それツイッター不具合あった先日、昨日さあったよね、なんか読み込めなかった。火っていうのは火、あの炎の火、そう炎の火で、なんかまあその火を強めるためにはなんか火を強めるためにはプラスで火にするか、まあ木を足していかなきゃいけなくてみたいなとか、すごいいっぱい教えてもらった。そうで、その火を強めるためのそのまあ木として、まあだから木の存在としてもあるしみたいな感じで、やっぱあなたのその運気を上げるカラーは緑なのよみたいな感じで言われて、え、私今まで緑、あの今までじゃない、緑色担当でした、担当ですみたいな話をしてさ、あ、やっぱり緑なのよみたいな、いろいろ言っていただいて面白かった本当に。あの よかったら行ってみてください。なんかね、当たる、そう、なんかアイリっていう、別にやはり通ってるわけじゃないから全然あれなんですけど、あの全然みんなに行ってっていう気持ちでね言うんですけどなんかあのなんだっけ、やはり神奈川県出身かの、まあ、神奈川にいるから、そう、横浜中華街がやっぱ有名かなと思って、中華街のアイリってお店の、彼が調べた時は永瀬先生っていう人が当たりますみたいなのが出てきたから、そう、永瀬先生って人にあの占ってもらったんですけど、なんかねすっごい予約してる人もしてない人もなんか来るから、めっちゃそのお店がパンパンでした。もう何時予約の何々さんみたいな、すごい呼ばれてた。がみんなもしなんかお時間があったら、あと中華街寄るってなったら前日ぐらいからちょっと予約しといた方がいいかも
った。前の配信参加したかったけど行けなくてすみません。全然だよ。ありがとう。クーラーの温度は22度が最適。22度、22は寒くない？さすがに寒くない？そんなことない？さっちゃんさん訪問ありがとうございます。はれちゃん以外の女性によそ見しないように土日は仕事します。褒めて。そういうこと？そんなでも嬉しい。ありがとう。会えるようになったらいっぱいお話ししようね。でも無理しちゃダメだよ。本当に暑いしさ、もうクラクラしちゃうから。美味しいものもいっぱい食べてね。マサヤンさんこんばんは。ってこんばんは、こんばんは。来てくださってありがとうございます。テルボーさんレベルアップありがとうございます。ジェイちゃんさん、ベガチャムさん訪問ありがとうございます。長すぎて入らないって言われた。そういうことか。昔のアニメです。昔のアニメなんだ。バーニングハートジェイデッカーだっけ。アニメか。高文さんこんばんは。ってこんばんは。来てくださってありがとうございます。私も神奈川出身で神奈川在住。一緒だね。そう、春もねずっと神奈川県民なんだ。秀樹さんレベルアップありがとうございます。と改めて皆様、ゴーエさん、メトロさん、ナオトさん、カッツさん、モモンチャさん、こんばんは。テリキジ挨拶ありがとう。メトロさんレベルアップありがとうございます。名前変えたのかと思ったよ、ハレちゃん。ハレはもうこのままの名前なので、ハレで覚えてください。ウォーウェイさんレベルアップありがとうございます。暑さにクラクラ、ハレちゃんの可愛さにクラクラ。本当にちょっと髪の毛ちゃんと整えとこう。クラクラ。ニッキーさんこんばんは。とノートさん挨拶ありがとうございます。と木の温泉さんこんばんは。とこんばんは。来てくださってありがとうございます。今日の島は日本晴れ、夏休みモード全開でした。そっか、今日祝日だったからさ、絶対ねたくさん人いらっしゃったよね。夏休みモードか。はれちゃんこの先何する予定？はれはこの先は配信をしながら、そう、あの毎日配信をこれからもねちゃんと続けていって、また機会があったらあのアイドル活動もう一回再開したいなって思ってます。とリッキーさんこんばんは。とメトロさん挨拶ありがとうございます。正確には勇者警察ジェイデッカー。へえ、警察ジェイデッカー。あ、それがバーニングハート当て字違うか。知らないな。ピアノやってる、今日やったよ。全然弾けなかったけど。本当に壊滅的に弾けないよ。右手と左手バラバラだったら弾けるのにね。なんでこんなにもさ両方動かすって難しいんだろうね。本当に難しい。リッキーさんこんばんは。お疲れ様です。ってゴーエさん挨拶ありがとうございます。ストームさんこんばんは。ってこんばんは。来てくださってありがとうございます。遊びに来たよ。ってボスさんヤッホー、ありがとう。ボスさん会いに来ました、会いに来ました、ありがとう。はるちゃんに会えたらいっぱい話そうね。ってね、もういっぱいいっぱい話したいよみんな。ね、会えたらいいな。また頑張るね。ちょっとね直接会えるっていう風なものをね、企画とかも立てるのはちょっとまだ春はできないし、そうまだね、まだ先ちょっと先になっちゃうと思うんだけど、またねアイドルとしてみんなとステージでも会いたいし、お話もできたらいいな。なら当分可愛い晴れちゃんしか見れないのか、かっこいい晴れちゃんもまた見たいので楽しみにしてます。嬉しい。みんさんありがとう。嬉しい。そう、なんか気発とか好きだったとか、かっこいいステージ好きだったとかって言ってくれてる方いらっしゃって、嬉しいと思って。ちょっとそう、あの占い、また占いの話しちゃうんだけどさ、占いの人曰く、あなたはあの歌よりダンスよって言われたから。あなたね、このままもし歌でなんか
売りたいんですみたいな感じだったらやめなさいって止めようと思ったけど、ダンスなんだったら大丈夫、あなたはダンス絶対いいからって言ってもらえたからそう、なのでまたね、みんなの前でステージ立ったらいいなと。でたつかちゃんさん、レベルアップありがとうございます。ツイッター見たとき驚いて、ハレがあんなことになると思ってなかったから。そうだよね、誰も思ってないよね来てくれてありがとうね。ここにいる人はみんなハレのファンだから大丈夫だよ、待ってるよ、ファイトって。ジュンさんありがとう、みんな待っててくれてありがとうございます、ありがとう。そう、ハレはあの昨日今日の配信、昨日の配信でもう謝るのはやめなさいって皆さんにあの言っていただけたのでありがとうっていうことにしたの。そう、なんか一時すごいなんか気をつけてて、なんかすみませんとかごめんねって言うんじゃなくて、そう、例えばなんかわかんないけど、なんて言うんだろう、なんか遅刻しちゃった時とかに、もちろん謝るよ、遅刻した時は謝るけど、なんか本当にごめんね、遅刻してごめんね、本当にごめんね、遅れてごめんねっていうよりは、なんとか待っててくれてありがとうねみたいな感じで言った方が、そう、相手にもいい気持ちになりますみたいなのをすっごい前に聞いたことがあって、なんか一時気をつけてたんだけどさ、なかなかさ、そう、言い換えるのって難しいじゃん。そう、でも言い換えられたら素敵と思って、そう、なので私もあのみんながこうやって待っててくれるって言ってくれるのが嬉しいから、待っててくれるって言ってくれてありがとうねって言うようにする。そう、ありがとう、みんな。そんな占い結果あるのか、草そう、なんか将来のことを、なんか将来のことを仕事運、仕事を中心に占ってくださいみたいなのを言って、そう、そしたらなんかまずあなたはなんか太陽なんですよみたいな太陽の星に生まれててみたいなのから始まり、そう、なんか何歳の時に何々があってみたいな、去年がなんか転換の年でみたいな、去年からなんか変わっ、なんか仕事とか転職とかしたみたいな、なんか始めたみたいなの言われて、あー確かに去年からアイドル始めましたみたいな話になって、ほらやっぱりそう、なので全力で乗っかってみるっていうの大事、結構あー確かに確かにって思えると、ガンバハレちゃんと大増さんありがとう。ガンバアイドル離れてるな、ピアノいけるじゃん、期待本当にね、ピアノ何なんだろう。でもさ、確かに右手と左手を踊りだと思えばできるのかな。いや、そういう問題じゃないんだよね、ハレ本当になんかマイク持ってたからバレなかったけど、本当に左手動かないの、難しいよ本当に。みんなどうやってピアノ弾いてるの。はれちゃんから充電中はれちゃん誕生日にはアイドルしてるかな。どうだろうね、できるかなはれをね受け入れてくれるアイドルさんいらっしゃるかな確かに誕生日ね、11月14日どうなってるかな。またみんなとお祝いできたらいいな。お疲れチャンス50と50どうぞ。配信ファイトです、また来ますね。ドロンパって木の妖精さんありがとう。50ありがとう、ありがとう。板前さんおはよう、どんおはよう、どんありがとう。こんばんは。ハリはとりあえず僕と一緒に NSC 通う、いいコンビになれると思う。本当にNSC 通ってくれんの、ハリ。どうしようかな。でもハリはね、見てる方が好きなんだよな一緒に通うか。でもそんなハリがアイドル離れてほしくなかったから、まだ続けてほしい。嬉しい、ありがとう、嬉しい。だるまさん、ヘイヘイさん訪問ありがとうございます。待たせるより待ってる方が幸せ時間らしいからね。そうなの、じゃあみんな待っててくれてありがとうね流星さん訪問ありがとうございます。大政さんレベルアップありがとうございます。今年僕と会うこと占いされたよね。待って待って、どういうこと、どういうこと占いで言ってた、ボスさんに会えますって。じゃあやったね、叶っちゃったね
キャンディーさん、チランチラン、ヤッホー、こんばんは。コツブッコさん、訪問ありがとうございます。ありがとう、頑張ってください。トトロトロさん、ありがとう、嬉しい。こんばんは。ゼロさん、訪問ありがとうございます。ソロでいけるでしょ、ほんとに。でもやはりグループで活動したいんだよね。ソロのアイドルさんもさ、すごい素敵だと思うけど、なんかなんて言うんだろうな、一つの世界とか、そういう一曲一曲をなんかこうみんなで作るっていうのがやっぱアイドルの一つの魅力だと思ってるからね。そう、できたらまたグループで活動したいな。はれちゃんならすぐスカウト来そう。ほんとに、みんなスカウトしてくれる。ツイッターなどフォロワー数は変わらず、あ、ちょっとあのハレの名前を知っていただいて、そうショールームもそうなんだけど、ツイッターとかもあのフォローしていただけて、ここで初めましてしてくださった皆さんもあれかな、ハレのことツイッターで知ってくださった方とかもいらっしゃるのかな。藤崎ハレです、こんばんは。とハスナンさん、訪問ありがとうございます。もう明日スカウトされるよ、ほんと。嬉しいな。クックさん、100回訪問ありがとうございます。クックさん、100回も晴れのルーム来てくださってありがとうございます。ありがとう。これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなって思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。テオタさん、周りの人は好きにすればって、周りの人、お家の人とか、お家の人はそうだね、好きにすればっていうか、まあ悔いが残らないようにっていう感じかな。ずっとそうなんだよね、そういう育て方をしてくださってるから、ハレがやりたいんだったらやればいいしっていう、やりたいことを、まあ、やれる時にやりなさいみたいな。でも周りには迷惑かけないよ、かけちゃダメだよっていう。こうちゃんさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。マロンさん、ゆかさん、訪問ありがとうございます。ベイスターズのイメージガールでいけるでしょ、本当にいけるかな。ベイスターズね、そう、誰か、でもベイスターズにはさ、もう最大のさ、あの日向坂さんがいらっしゃるからな。日向坂は結構ベイスターズに近いからね、距離。メンバーカラーの衣装あるグループがいいな、勝手な希望です。あ、本当に、メンバーカラー衣装結構みんな好き。統一衣装もね、可愛いけど、なんか統一衣装もさ、全員同じ、もう統一感あってすごい可愛いけど、なんか2人3人ぐらいがセットになってさ、この子とこの子が同じ衣装でみたいな、ちょっとずつデザインが違うとかも可愛いよね。確かにメンバーカラー衣装ね、可愛いよね、華やかだし、パッと見でね、やっぱ何色ってわかるから、確かに確かに、いいね。キンニャンさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。春なのか晴れなのか揺らいでるな。え、晴れだよ、晴れは、ずっとずっとずっと晴れだよ。そう、あのたまにね、春ちゃんって言ってくれる方いらっしゃるんですけど、あの晴れは、そう、勝手に晴れちゃんって読み直して晴れって、あのそうあれなんですけど、ずっと晴れです。お天気の晴れなので晴れって覚えてください。もしもしさん、もしもしカメオさん、訪問ありがとうございます。とストームさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの、好き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 、ストームさん、ハートありがとう。ありがとうございます。やっぱはれちゃんは笑顔素敵素敵、ありがとう。とソロでピアノの弾き語り、もう歌手じゃん。弾き語りか。オリンさん、ウエカさん、訪問ありがとうございます。ベイスターズのダンサーだったのか、え。違うよ、日向坂に入りましょう。恐れ多すぎるね。でも本当に素敵だよね。ウサギになりたいピョンさん、キングツバサさん、
ロブスターさん訪問ありがとうございます。芸人では春彦さんいる。晴れ春彦さん、え、どんな方だろう。春彦さん、名前変えないよね。変えないよ、変えません。ずっとこのままで いたいなって思ってます。モデルいけるか、モデルにはちょっと身長が足りないかもと、パンケーキさん、こちゃんさん、こちゃみんさん訪問ありがとうございます。ひできさんレベルアップありがとうございます。ありがとう。あさみさん訪問ありがとうございます。加藤春彦、加藤春彦さん、わかんないな、どなただろう。結構さ、コンビとかだとさ、お名前は分かってもね、あ、お名前っていうかそのコンビ名とかお顔は分かってもお名前分からないとか結構あれあるあるだからな。宇宙の星くずさん訪問ありがとうございます。早く会いたいです、待っててください明日さ、晴れ学校お休みなんだけどさ、なんかね、晴れの学校別にあのなんていうの、キリスト教とかのね学校とかだと結構そういう日本の祝日とかがさ、ないとかあるんだけど、なんか関係ないとかあるんだけど、別にそういうわけじゃないんだけど、なんかいつも祝日とか関係なくて、そう、でもね今日はお休みだったし、明日もなんかお休みなんだよね。だから4連休なの。明日何しよう。ママちゃんがね名古屋に行きたいって言ってたから、名古屋行くって言ってたんだけど、なんか結局ちょっといろんな事情が重なって名古屋行けなくなっちゃってなんかママちゃんがなんかさ、 LINE のさショート、わかります、なんか短めの動画がいっぱい出てくるのでさ、なんかショート動画みたいなので名古屋の料理がいっぱい出てくるから食べたいみたいな行きたいって言ってたんだけど、さすがにねちょっと行けなくなっちゃったから、そう、何しようかなって。課題もあるんだけどさ、ちょっとね、課題でももうちょっとで終わりそうな課題が2個ぐらいあるのと、そう2個ぐらいあるからね、それをまあ今日の夜とか終わらせちゃえばいけるかなって。今は見なくなった加藤春彦さん、え、誰だろう。加藤さんって言ったらもうカッチカチやぞの人しか出てこないけど、違うよね、ザ・ブングルの方。マシーンさん訪問ありがとうございます。とてっぺいさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。明日の朝は配信あるのかな。あ、あります、9時からします。みゆうさん、とうふちゃんさん訪問ありがとうございます。かずきさん、まこさん訪問ありがとうございます。どっか行くのね。なんかでもどこも、どこもっていうか名古屋は行けないから、どこ行こうかね普通にスーパーぐらいかな、どうだろう。暑いとねどこも出かけたくなくなっちゃうからな。よしさん、エビケンさん訪問ありがとうございます。バイトはしないの、バイトかね。でも結構がそうね、バイトね。でもパパちゃんのお仕事を、そう、夏休みの間お手伝いさせていただこうかなと思ってて、今はまだしないね、学校もあるしね。と、ノートさんレベルアップありがとうございます。フルブックさん訪問ありがとうございます。もしするとしたら何しようかな。何でもできるよって言われたら皆さん何しますか今から明日からバイトを始めてくださいって言われて、でもどこの会社もどこのお店ももう入れるから、そう、何でもいいよ、どこでもいい、どこでもいいから、アルバイト、そう、どこやっても受かります、アルバイトできますって言われたら何しますか。晴れは、ベタかもだけどケーキ屋さんとかかも。あ、でも晴れずっと結構昔、小学生ぐらいからずっとアイスクリーム屋さんでバイトしたい、働きたいって思ってたから、サーティワンとかもいい。あ、でも迷うなサーティワンもいいけど、こういうぐるぐるってやるのもやりたいけど、こっちもやりたいから、
あ、でも町のクレープ屋さんとかもいいな。別にまかないで食べれるとか思ってないよ。別にあの空間にいたい。絶対食べたくなっちゃうよね、あの一日中見てたらさ、食べたくなっちゃうよね。つくえさん日焼けした、嘘、やっぱ焼けてる、え、焼けたかな。確かにあれ今日、あ、そう、焼けたかな、やっぱり。あ、でも今日は、いや嘘、そんな変わんないかも、そんな変わんないかもしれないけど、今日は晴れ、あれしてないからかな、ファンデーション塗ってないからかな、下地は塗ったからでも変わんないか。ファンで塗ってないからちょっとその白くないかな。いやでも日焼けしたよね絶対。まあでも世の中みんなワントーンツートーンぐらい暗くなってると思えば一緒。そんなことない、みんなも焼けた、焼けてないと。今週は夜勤だから朝配信いける、朝配信いける、嬉しい。マギティさんこんばんは、とこんばんは、来てくださってありがとうございます。つくえさんこんばんは、とこんばんは、来てくださってありがとうございます。あきらさん、はれちゃんこんばんは、とこんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。と、明日から仕事、朝はいけない、ごめんね。全然だよ、頑張ってね、ありがとう、夜待ってるね。ちょっと避暑地に行きたいです、そして新緑カフェで課題して帰りに温泉。いいね、確かに新緑カフェいいね。なんかこれは本当の話なのかわかんないけど、なんか都市伝説だったのかなんか忘れちゃったけど、なんかいつかね、本当に地球が熱くなりすぎて日中外に出れなくなるみたいなってなって、その日中外に出れないから人間は日中に寝て夜活動するようになるんだって。だからもうほんと昼夜逆転みたいなのが本当にもう全員共通になるみたいな。だから夜になったらみんな学校に通ったりとかお仕事行ったりとかして、日中は寝るっていう生活になんかどん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 シフトチェンジしていきますみたいな話を聞いたことがあってさ、なんかでもこんなに暑いとさ、いつか本当になっちゃうのかなって思うよね。と、フージーさん、ヤマさん、訪問ありがとうございます。福岡来て行きたい、博多通りもん食べたいし、福岡いっぱい行きたい。今年はティフで仕事しようと。あ、いいじゃん、春は。ティフいいな。ステージチョンって立って。明日から仕事だから心を込めて頑張ってって言ってください。頑張って、ほんと頑張って、偉すぎるよ。バイトなら熱波師やりたいかも、ダイエット兼ねて。熱波師か、確かに、ロウリュウみたいなやつでしょ、こうやってバーバー。わー、確かにいいかもね。仕事をしながらさ、そうやってサウナが好きな人はさ、まあサウナに入れるわけだもんね。まあでもあれは整うっていうのが好きなのかちょっと違うのかな。まずは充電してね、確かに充電しないと。古谷康成さんかな、アモンさん、チッピーさん、訪問ありがとうございます。今日は何してたの、今日は何してたかな、課題やったのと洗濯物たたんでたのと、あとまあ歩いたかな、なんかおばあちゃん家まで普通は電車で行くんだけど、なんか歩けない距離でもないかと思って1時間ぐらいかけて歩いていきました。びっくりされちゃった、なんで、えみたいな。もともと荷物取りに行くねって言ってて、そうで、なんかその駅と反対の方向から晴れ歩いてきたから、なんかえみたいな、なんでいるのみたいになって、そうなんか、あ、家から歩いてきたって言ったら、こんな暑いのに何してんのって言われて、そう、まあでも日傘さしながらこうやって片手にさ扇風機持ってこうやって歩いてきて、なんかすっごい暑かった、まあ暑かったけど、そんなにすっごい暑かったとは思ってなかったけど、なんかすごい、こんな暑いのに何してんのみたいな言われました。でもそれ1時間ぐらいだからね、歩いたの。あと何してたんだろう、あのピアノも弾きました、30分ぐらい、何も上達しなかったけど、あとでも一回弾くと。太
陽の下に出てたん今日ちょっとだけね、1時間ぐらい。でもそれだけだよ。焼けてないよ、色白で可愛いよ。ありがとうね。焼けたはるちゃんも素敵、ありがとう。そう、まあトーストだと思えばね、トーストって生で食べても美味しいし、焼けても美味しいからね。こんがりさんも愛してください。とジョーカーさん、ハートありがとう。いきますよ、せーの。好き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 。ジョーカーさん、ハートありがとう。ありがとうございます。チャーシュー麺さん、訪問ありがとうございます。腹筋あるのかな、私のモチベーションでもあります。え、久しぶりに腹筋やります。確かに最近ずっとね、腹筋してなかったからやっちゃおっか。久しぶりだな。そう、前はね、晴れ配信の最後に腹筋をね、みんなに前でしてたんです。でもちょっと最近夜遅かったりとかしてなかなかできてなかったからやろっか。確かにもう動かなくなっちゃったからさ、そのまあ今まではさ週に3回ぐらいは踊ってたけど踊らなくなっちゃったからね。やる、トムさん、やろう。ただの沖縄で草。これから毎日ハレちゃんに会え、これから毎日ハレちゃんに会えて楽しいっす、本当に。ただの沖縄で腐って。確かに夜の方が動いてるのか、みんな夜行性。そう、みんな夜行性になるかもしれないみたいな。あれ、大学で有名になった変わらず意外と見られてないのかな、ネットみんな見てないんじゃない、別に。まあそう、すっごい広まったってわけでもないし、そんなにみんなアイドル興味ないんじゃないかな。晴れの学校女の子しかいないから多分あんまりそう興味ないんじゃないかな。シュガートシさん、タクヤさん、シンスミンさん、訪問ありがとうございます。三丁目のな、何さんだろう、秀樹さんかな、こんばんは。って、こんばんは、来てくださってありがとうございます。東口さん、チラチラヤッホー、こんばんは、来てくださってありがとうございます。10年後の夏は40から50ぐらいと学者が言ってたんで、え、もう10年後にそうなっちゃうの。じゃあ本当にさ、昼夜逆転生活もうあながち間違いじゃないってこと。うわー、40、50か、どうする、みんな何着たらいいの。もう着てどうにかする問題じゃないのか。出たくなくなっちゃうね、本当に。ミスコン出て優勝しましょう。ミスコンあるのかな、聞いたことないな。ハンディファン持ってるな。そう、ハンディファンね、大事、本当に。扇風機、ようかんさん、こんばんは。って、こんばんは、来てくださってありがとうございます。マイキさん、ウラピースさん、社長さん、アルタイルさん、ダイちゃんさん、訪問ありがとうございます。焼けて食べ頃かな、食べ頃か、食べられちゃうかも、ここら辺からかじられちゃって。ぷよぷよ晴れ、もう腹筋できなくなってるかも、できなくなってるかも。そう、晴れもでも腹筋はしてないわけじゃないんだけど、そう、みんなの前で知ってないからね。スミスさん、はじめまして。って、はじめまして。じゃあ何でしょう、なんちゃって、なんちゃって、なんか特技作って、そうすれば売れるかもね。確かに特技ね。僕もヤフー見てるけど興味ない。ヤフー、そうなの。まだ32度あるよ、暑い暑い暑いね。なんだっけな、30度以上だったらだっけ、なんか熱帯夜みたいなのがね、確か30度だか何度以上だと熱帯夜って言いますみたいな、あるらしいよ。ということで、久しぶりにそろそろ配信をしたいんじゃない、間違えちゃった、腹筋をしたいと思います。みんな急にびっくりしてさ、びっくりしないで。前までも知ってたので、いつも元気なはるちゃん見れてよかったよ、ありがとう、元気です。ということで、したいと思います。久しぶりだ。あ、そう、いつもね、腹筋50回やってるので、よかったら一緒に皆さんしましょう、腹筋タイム。
ということで、行きたいと思います。どっちから始めるんだっけ。1,2,3,4 か。 OK。 今日は壁の駅もちょいずれ見えてないでしょ。それでは行きます。せーの、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、ラスト50。 OK、 終わりました。暑い、久しぶりだ、みんなの前で腹筋したの。何してんのって言ってる。おつはるちゃんって何してんの、何やってんの。そうなの、あの最近やってなかったんですけど、あれ、あの去年のバレンタイン、去年、そう去年のバレンタインぐらいからずっとあの腹筋をしてて、配信で50回。そうなので、ちょっとこのくらいの時間だったら夜遅くないから腹筋できるということで腹筋を再開しました。なので夜の配信の終わりちょい前ぐらいから50回腹筋するので、よかったらみんなも一緒にしましょう。あ、そんなさ、大会系じゃないから、なんかみんないなくならないで。ここだけね、違うの、あのサボっちゃうから、そうサボらないようにみんなの前でやろうっていう。こんばんは、だこんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう、まもなく電車来ると、お疲れ様。あ、20って表示されないの忘れてた。20。と腹筋する姿と数え方かわいい、本当にありがとう、やったね。と
ファイト、アドファイト、ありがとう、パチパチパチ、嬉しい、ありがとう、みんなありがとう、ありがとうやったー、腹筋パチパチって、ありがとう、こんばんは、台北ジャックさん、こんばんは。パチパチ、痩せましたね痩せました。今度スクワットしてみる。スクワットか。大政さん、ハレシカーカータン、ありがとう。久しぶりに50回も腹筋した。一緒にしてくれたの、嬉しい。久々にやったら 40回でダウンした。終わりまでに10回頑張ります。偉すぎる、ケッケ偉すぎるよ。俺も腹筋しようかな、お腹出てきたし。お、いいじゃん、みんなで腹筋してバキバキになろう塚田さん、こんばんは、って、こんばんは、ありがとう。今日もかわいいかわいいって、かわいい、ありがとう。ということで、そろそろ配信を終わりにしたいと思います。ランキングお読みします。13位しんじさん、12位ボスさん、11位ウオベイさん、10位ジョーカーさん、9位ウサギさん、8位ももんちょさん、7位たくゆきさん、6位あきらさん、5位ナオトさん、4位ゴーエさん、3位ひできさん、2位リキジ、そして1位メトロさん、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。皆さんも星投げカウントギフトコメントたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう。はーい、はーい、たはーい、ありがとう。嬉しい、皆さんありがとうございます。また明日の朝、明日の朝ありがとう。ということで、配信を終わりにしたいと思います。明日はまた9時から朝配信するので、よかったら皆さん来てください。水曜日、明後日はちょっと9時からできないので、そうですね、平日の配信は明日が9時があれかな、ちょっとまた9時以降は朝配信できないかもしれないけど、よかったら明日また会いに来てください。それでは今日も楽しい時間をありがとうございました。今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おうつはれちゃん、ありがとう、ありがとうございました。お疲れ様って、ありがとう。おうつはれちゃん、おうつはれちゃん、ありがとう。ではでは、またね、バイバイ、ありがとう、おやすみなさい、またね。